あなたの信じる道を行くのです。あなたの信じる道を行くのです。あなたの信じる道を行くのです。あなたの信じる道、私の信じる道。私はミム。私の道、私の信じる道、それはアイドルへの道。その魅力は世界を統一して地球大統領になるほど。でも6人のエクセレントアイドルを世に出して引退しちゃうんだもん。私もあの人たちのような世界的アイドルになって、そして私の歌がクリスタルホールを満員にするの。サイン8000枚頼まれてるの。
いそうに。うん、そうだ、お姉ちゃん名前は？うん、ミムっていうの。未来の夢って書いて。夢？うん、夢。今日ね、オーディションがあるの。それに合格してユリー様愛用のゴールデンマイクを手にデビューして、なんかユリー様と同じくらい満員のステージで、なんかユリー様と同じくらい素敵な歌を、あのユリー様と同じくらいアンコールをもらって、お腹すいたの。ユリー様と同じくらいお腹が、え、ミカも食べてないの。あれ、アイス？3日も食べてないって言ったのに、アイスなんて。エブラーだー！うわぁ！あなた、エクセレントアイドルのルカちゃん？ピース！ルカちゃんの全国100億人が泣いたこの演技、すごいでしょ！嘘？全部嘘？ほんと、ルカ方向音痴なの。エクセレントアイドルになりたいならスマイルよ、スマイル。
私の気品に満ちた演奏を拝聴できる幸せを皆さんに与え、歌はガッツデイ。気品という言葉には6000万光年も遠いブラックホールの小娘にはガッツなんて言葉お似合いですわね。ゴールデンマイクを手にする子はいないようで。ユリー様、そろそろエントリー終了です。この子、このリストの最後の子はまだ？まだです。ミム、ミムエミルトン。いけない、もう真っ暗。
なたの信じる道を行くのです。あなたの信じる道を行くのです。くじけそうな私をいつも励ましてくれた。私もいつか大スターになって、こんなおもちゃ出して、いろんな人たちの心の支えになって、なんて思ってたけど。気がつかれましたね。誰？アイドル忍者のシオンさん。不穏な3匹のもののけを追っていたのですが、心ならずも通りすがりのあなたを巻き添えにしてしまいました。申し訳ございません。あのオーディションにはもう。悲しまないで。さあ心を落ち着かせて、心に静かな水面を持つのです。動揺は波紋のごとく広がるもの、心の静けさを乱してしまいます。ここもののけ、まだこの辺りをうろうろしているようです。あの、ご心配は無用。さあ私たちと共にクリスタルホールへ参りましょう。え？エメラルドフォレストを抜ければクリスタルゲートはまだ閉じられてはいないのですから。これでエントリーは終了。夢にまで見たクリスタルホール、満員じゃないけど、素敵な人たちがいるじゃない、ミム。なんでお前までいるんだよ。エッちゃんもあの子に何か感じたね。ユリー様に会いに来ただけですわ。あ、お友達、お友達。そう、こんな私を見てくれている素晴らしい人たちが、歌を思いっきり悔いのないように。
ましたね、皆さん。さあ、私たちと一緒に来ていただきましょうか。どこへ行くっていうのさ。どこの田舎もんか存じませんけど、失礼じゃなくて。じゃなくて。手荒なことはしたくないのですが、本当よ。あ、失礼。ぼうをやってたね、こりゃだね。笑顔の魔法を見せてあげる。